もう返せません赤崎です。振りしきる雨の大瀬尾です。はい、よろしくお願いします。はい、は今回また行ってまいりました。油そば屋大友食堂です。はい、2回目の訪問ということで3人でね行ってまいりましたね。はい、結構珍しい3人で行くのはね、狭山市駅から徒歩15分ということで、正直10種類油そばがあるよ、ね、たくさんの種類が、ね、たくさんの種類、ね、で今回またこちら見てください、券売機、はい、ね、おっと、赤星ということでね、リュシエッティまた作っていただいたんですね、はい、うん、蘇生祭ですか、赤星蘇生祭というね、イベントだったんですけど、12日から14日やっていただいたんですけど、はい、5月にも出していただいたんで、ね、2度目ですね、元同期でね、ありがとうございます、はい、というわけでね、ジェノベーゼを注文していきますから、赤星頼めや。いや、でも今回はもうどうしてもこれをね、どうしても伝えたかった。なるほど。コールはまあもちろんできないんですけども、うん、前回来た時にね、こう一口だけ食べたんですよ、これはもううますぎてね、うん、絶対2回目これ行こうと思ってたんで、ちょっとご紹介したいということで、うん、はい、もう完全に二郎系ではございませんが、まあ、完全にそうです。入ってるものご覧ください、ね、海鮮系がやっぱ多いよ ね、 本格的に。これが900円で食べられるって結構すごいんじゃないですか、ね、うん、ね、でも麺にはこうオリーブオイルがやっぱりあえてありました。油そばの油をオリーブオイルで、そういうことなんだよね。かなりこう工夫が、これこれこれなんだよ、オリーブオイルだよと。でもね、エビとかもプリプリ、あ、じゃプリプリだったわ、プリプリです。ふわーっとね、こうすごい漂ってくるんだよね、オリーブオイルの香りが、はいはい、なるほどね。いやー、シンプルだけどうまい、うん、普通に言っちゃうけどうまいっす、ほんとに、うん、でここにね、さらにもう無料レモンがついてきてるんで、はいはいはい、いるかこれ、どっちにね、絞るのにちょっと慣れてない、普段ジローばっか食ってるからいやいや、なかなか絞り慣れてない、なるほど、でもとことん絞っていきますね、本当に極限まで絞るな、極限まで絞りますね。さらにはよーく混ぜて、ね、酸っぱいもの好きなんで、うん、本当に、こちらもジェノバの香りがもう香るぞ気づきましたか、いや、どうも後で非常に美味しいです、うん、でやっぱり豚も入ってますね、あ大きい、ややソテーしてあるこんがり豚、うん、ね、お二人は赤星食べてたけど、はい、もちろんですよ、あとチャーハンも食ってます、あ、そっか、半チャーハンだったじゃん、ね、もうたっぷりでね、あ、そう半と言いながら結構多かった、めちゃめちゃうまかった、これはバランス玉で柔らかすぎず硬すぎない、非常にあの工夫のバラされた卵でございました、うん、醤油でもちょっとジェノベーゼのね、味は壊れない程度、なるほど、さすがにね、やっぱり、うん、でも和風が強いジェノベーゼも工夫すればありかもしれない、まあ、混ぜそばとか味変はね、そう醤油と和とイタリアの融合、うん、いいかもね、あ、別皿にんにくね、あ、そう、別皿にんにくコールしてたね、うん、そう途中でも追加してくれる、あとで看板見つけたから、うん、あ、できる、これ赤星じゃなくてもいいんだ、ね、あ、できる、どの面でもできますので、はいはいはい、リジェッティにおいって言ってくれれば、うん、大友さんにね、大友さんに言ってくれればね、いや、やっぱレモンニンニクのうまさっすわ、本当に、いつもは食べられない、組み合わせなんでね、まあそうですね、ぜひやってほしいレモンニンニク、はいはいはい、あ、そして、あ、ここで先に瀬尾がゴチ、なるほど、赤星のね、早いですね、あ、いやいやいや、で、結構もう後ろ4人待ちぐらいしてたんでね、いや、そうね、すごい盛況でね、早めにファイナル卵をね、最後に残していたのをちょっと見づらい位置で、見づらいな、スローにした割に食べちゃう、わー、ほんと、わー、ほんとね、もう会員ですよ、なるほど、でした、はい、2杯行きたかったな2杯行きたい、前ね、最初に来店した時はね、2杯あと、あ、もうジェノバレベルがジェノバレベルか、いや来ましたか、ジェノバレベル来たったな、まあ、油そばでジェノバレベル91はね、相当高いっすよ、かなり高い、しかやっぱり味わえないからね、ゼロベーゼの麺と言ってね、メニューがまだまだいっぱいあったんだよね、やべーぞこれは、あと何回でもね、もうね、いや、そう、して、あと、狭山のゲーセンみたいなとこ、あずま園です、あずま園ね、あずま園、すごいっすよ、めちゃめちゃ楽しかった、めちゃくちゃ楽しかった、これ動画にしたかったね、確かに、バッティングセンターって、そう、釣り堀やって、テニスとかね、テニスゲームとか、ショットガンのゲームある、はい、クレー射撃めちゃめちゃむずいやつクソむずい、10年前のバッカーあるゲーセンとかゲームコーナーとか
あと、最初からペカってたジャグラーね、ジャグラーこれ電源落ちてるからペカってんのかなと思ってね、コイン入れたらそうそうそうペカりっぱなしでいきなりビッグ揃ってる。いやー、おもろかったな、それ。あれ取っておきたかったな、ね、確かに、今度ね、こっち先行って腹すかせていくのもね、こっちメインで、ね、集まメインで、ね、集まメインの情報、ね、いや、より美味しくなるし、やっぱり、あ、なるほどね、皆さんもう同時にチェックしてみてください、これは。そういうのが熱いということで、熱いということで、ごちそうさまでございます。はい、ありがとうございました。待って、終わるのかな、これこんなタイミングでやってやめますっていうね。まあね、だから100円だよ、100円。すごいや、これ実際のね。そうだね、もうすごい、うまいよ、うまいよ、5、6000円ぐらいもうもらいますって感じ。もう、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 も